適用法上はまあ殺人、連続殺人、ああないか、強盗さ、強盗ではないよな、入らないもんね。殺人は入るね。コイン1枚を使用してオート解決しますか？何ですかこれは、どういうこと？オート解決？どこまで解決するんだろう。いや、ちょっと、一回バツにしてみよう。ん？川口？ああ、これだ。ちょっと全部飛ばしますよ。ん？被疑者の母親に連絡してみましたが、特に使えそうな供述はありませんでした。その代わり、母親の家の近くで面白いものを見つけてきましたよ。完全犯罪を拾ったこのバカ野郎の論理を切り刻んでやりましょう。お願いしますよ。ん？え？まだ P トークあった？あ、これか。立石再開発地区に行ってきます。あ、行ってらっしゃい。まあ、これで、あれ？進まないな。あ、進んだ。殺人罪は人を殺害することで成立します。つまり殺害の方法と、殺害の方法と、その殺害の結果である被害者の死だけが犯罪の構成要件となります。ですが、殺人罪のように動機が行為と密接につながっている犯罪の場合、犯罪事実に犯行の動機を犯罪事実に犯行の動機を併記することも重要。はぁ？動機？ああ、母親の供述などが、ああ、でも追加されてますね。電話による聴取、監視カメラ映像の操作、母親に連絡をしたところ、息子の言ったことはすべて事実と供述。夫婦喧嘩の有無については、喧嘩なんてしてませんよ。監視カメラを確認したところ、被疑者と被害者が本家の事故車両に乗り込む場面が確認された。ああ、ん？ということは、これは、これで、そうね、左側が、運転席ですが、あと奥さんもシートベルトしてますからね。まあ、とりあえずなんか、つなげれば、出てくるな、なんかうまく。はい、じゃあちょっと埋めましょう。殺害方法、動機、原因はなんか、あ、待って、ここね。ああ、でもこれを見るとさ、そうか、助手席側の方が激しくぶつかってんのか。あ、そうだね。死亡原因、動機はあの保険金あたりでしょう、多分。保険、ああ、この辺違うな。保険金？違うな、ないな。後半の取り調べ、待って、これはクリックしても細かいのは別に見れないもんな。中身が見れるわけじゃないもんな。動機。あ、この辺じゃないですか。この辺で、
この辺に保険金の話ないなあ。あ、これか。あ、よかった、通ってよかったわ。被疑者は勘違いをしているようですね。自分の意思と選択によってここに至ったと思っているようです。ですが彼にそんな力などありはしません。被疑者はすでに選ばれし犯人なのですから、その選択は彼の遺伝子が形成されたその日にはすでになされていたのかもしれません。あるいはあの日のきっかけが彼を殺人へと導いたのかもしれません。誰が選んだのか、いつ選ばれたのか、それは分かりません。何にせよ被疑者にはこの犯罪に介入する余地などなかったのです。まあ、起こるべきして起きたみたいな話でしょ？おっと？待って。なあ、係長さんよ。俺今ただぼんやり座ってんだけど、こりゃなんだよ、事件持ってくんのが遅れたお仕置きか。念願の殺人事件だっつうのに、列車がもうじき終点に着くってのに、俺の名前は乗客名簿に書かねえのか。マジかよ、マジかよいやいやいや、マジかよって言われてもな。ああ、ダンジョン、ダンジョンか。いやー、これ基礎までかなり大変だな。6ある6。6か。だからなんか6回攻撃しないといけないんだよね。何度も言うがこれは事故だ。妻を殺すつもりだとなかったんだ。交通事故で同乗者だけを殺すのは確かに難しいでしょうね。そうね、だから高速隊の人たちはあなたを疑ってはいませんでした。ではまず客観的な原因と結果のうち、あなたが認める事実から始めましょう。私は何一つ悪いことはしていない。被疑者がどのような意思を持っていたかを考慮しなければ、この事件の事実関係は明白です。業務上過失致死と殺人は、過失と故意という構成要件が異なるだけで、被疑者の運転という原因と人が死んだという結果は同じなのです。なるほど。被疑者はすでに犯罪の内容を高速隊に証言しています。敵が認めた行為、敵が認めた行為、供述している。ああ、ダメだな。敵が認めただから、なんかあれだね。こういうんじゃないんだよ。なんか喋ってる資料だね。あ、この辺でしょ。そうね。うん。まあ、これだ。あ、違う。え、違うのか。コンクリートに衝突したんじゃないんだ。あ、これだね。コンクリートにぶつかって、妻が死んだ。30分。あなたは運転中に衝突事故を起こし、被害者を死なせてしまったと供述しましたね。ああ、妻は死んだ。だが私が殺したんじゃない。そうですか。え、あ、びっくりした。これね、毎回なんかミスった音なのかなって思って、びっくりするんだよね。法的な議論。殺人を構成する要素は、動機と方法、そして故意です。君がそれらを全て証明するとでも言うのか？やってみましょう。まずは動機からです。昨年1年間のうちに恋人同士での暴力事件で立件された人数はなんと全国で8367人。そのうち恋人の殺害や殺害未遂まで至ったのが52人だから、まあ 1% 未満。
分析数に所有欲や上下関係へのこだわり、裏切りによってねじ曲がった愛情などが極度の暴力性につながるのでしょう。ですが入力された証拠を見る限り、今回の事件はこのような暴力とは明らかに異なっています。これは綿密に計画された事件です。痴情や一時の怒りではなく、理性に基づいた犯罪なのです。犯罪の動機となる手がかり、犯罪の動機となりうる動機、犯罪の動機、動機はでも保険金か。山本と連絡を取り合っていたでしょ。あれ保険金、あ、この辺、いや金かな。金？生命保険の話っていうのは？これか。ちょっと言えてみようか。ああ、通った。よし、オッケー。これは事故でも劇場に駆られての犯行でもありません。あなたは被害者の死亡直前に、多数の生命保険に加入されていますね。あなたがもらえるはずの保険金総額は約5億円。殺人の動機としては十分でしょう。金などのために妻を殺しただと？一歩間違えば自分も死ぬような方法でバカバカしい。家族を生命保険に加入させた人間は全員人殺し候補だとでも？まあいい、仮にそれが殺人の動機だとしても、私が殺すつもりだったことを君に証明できるのか？私の考えが君に分かるとでも言うのか？状況証拠というものは文字通り状況でしかありません。直接的な証拠がない限り、被疑者の有罪は立証できないのです。そのためには交通事故の発生当時の状況を再構成してみるべきでしょう。一般的な交通事故とは異なる点を探してみてください。手がかりをいくつか発見できますよ。4つ。だから写真でしょ？だからまずこれが1個でしょ？これで、あ、1個1個いくのかな？この監視カメラの画像を見てください。被害者は乗車の際シートベルトを着用していますよね。なのに事故直前の画像ではそれを外している。あなたが外しましたね。くだらんことを。妻が自分でシートベルトを不快がって外したんだろう。どうでしょうね。あなたは妻は車に乗ってからずっと眠っていたと供述しています。ああ、まあそんなこと言ってたね。え？だったらその妻は寝てましたみたいなことを言えばいいんじゃないの？か、これとかは？この助手席側にぶつかってます。正解を見つけました。もういい加減にしろ。今度はどんなへりくつなんだ。あなたは居眠り運転なんてしていません。で、証拠は？車輪の向きが事故の寸前に変わっています。あー。ほんとだー。言われてみればそうだね。あなたの主張通りであれば車輪は右向きになっているはずです。けれど、事故後の車の画像を見てください。車輪が左を向いています。それがどうした？あなたが事故の直前にハンドルを左に切った証拠です。助手席だけをぶつけるために。そうだね。助手席だけをぶつける。え？あとは恋を立証できる方法？
故意だよな。殺人を犯すつもりだったって話でしょ。わざと。シートベルトを切断は違うな。これは助手席のシートベルトを未着用。あ、ダメだった。やばい。ああ、これか。左に曲がって、左に曲がって、なんで分かれてんだろうな。一緒でもいいじゃんかっていう。ああ、違う。違うんだ。同じことか。ああ、重なってるってことか。ああ、そう。重なってたか。そうなんか。奥さん睡眠薬飲んでたっていう話がどっかに。やばいな、あと2しかないな。ちょっともう間違えられない。すぐに仮装した。いやー、ちょっと弱いか。あー、追い詰められた。待って、奥さん、なんか、ああ、これですね。いやー、これ、どっちだろうなー。通るかな。通った。よし。通ったー。あなたは過失犯ではありません。故意の殺人犯です。被害者の血痕から睡眠剤の成分が検出されました。あなたが睡眠剤を飲ませて眠らせ、事故に対応できなくしたのでは？そんなもので私の声が立証できるとでも。妻は普段からうつ病で病院に通っていた。睡眠薬などしょっちゅう飲んでいたぞ。家に帰り着いてもいないのに睡眠剤を服用したというんですか？ああ、なるほどね。濃い。濃いなぁ。車と一緒に廃棄され、ああ、これ怪しいなぁ。ああ、違う。ああ、やばい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 。やばいぞ。そういうことじゃないんだよなぁ。そういうことではないんだなぁ。これ出したもんね。出したよね。これは出したよね。これ最初に出して。濃い。これは意味ないもんなぁ。事故直前の加害車両ってこれ何を表してんだろうな。恋。これはでも一緒、同じだよな。なんかもっと違うことだよね。これ多分睡眠薬の話と一緒だって言われるな。
シートベルト。終わった。ああ、終わった。ここに来て。マジか。ああ、いや、ギリギリ残ってるな。滑走。これ結婚。ああダメだ。あ死んだ。復活できる。ああ復活した。へえ、なんだろう、あとわからん。攻略サイト、あ、ここまで来て攻略サイトって感じでもないんだよな。これ何なんだろうな。何を表してんだろうなって思う。あ、事故直前だから、つまりこの辺に、そうか。ここに防犯カメラが仮にあったとして、ライトでしょ。だから、これか、これだ。これ1秒しか違わないもんな。こっち、まっすぐ向かってきてますよね、みたいな話？違う。あ、よかった、ミスった。あ、行った。よしよしよし。あなたの意識は事故直前まではっきりしていたはずです。タワーごとだ。そんなことがなぜ君にわかる？あなたはライトを上にハイビームにしましたね。あー。あー、言われればこれはロービームだけど、こっちがハイビームになってんだ。うわー、これ気づかん。監視カメラに映ってたのか。暗闇の中であなたは目標の位置をより正確に把握しようとしたんです。居眠り運転中ならそんな操作はできません。これ以上否認しても無意味です。あなたは奥さんを殺しましたね。ぐ。そうだ、私が殺した。ぐず。二作は私の妻なのに、なのに他の男と何度も連絡を取って、あいつには他に男がいたんだ。妻の携帯を見て気づいたんだ。二度とそんなことできないように怖がらせてやろうと思っただけなんだ。だけど二作は拳がもろに当たって、要するに、殴り殺した後で車に乗せたということですか。違う、リサ子は生きていた。でもあんな怪我じゃ、傷害罪で逮捕されると思ったから。私が刑務所に入ったらリサ子はまた男と会うに決まってる。だからリサ子を先に行かせようと。すぐに後を追うつもりで、それで。なんで犯人たちってさ、自白の時みんな精神異常者みたいに振る舞うんだろう。戦闘中断？あ、いや。何？お、長い。係長。あいつ間違いなく殺人犯で、それも連続殺人の。被疑者の供述にあった再開発地区の工事現場で死体が見つかったんです。今、北管轄内で変死者発見報告書が上がったんです。死体が燃やされてて身元の確認にはかなり時間がかかるらしくて。ああ、科捜研から連絡ありました。変死者の身元確認取れたみたいで、それに、
鳥居雄一の金槌、あれから出た DNA と変異者の DNA 完全に一致するらしいんです。係長同一人物です。山本孝之さん、あのおじいさんも殺してたんです。死因のとこ見てください。金槌のような鈍器で叩かれて頭蓋骨に穴が開いてるって。とりあえず変死報告書と捜査報告書をあげました。すぐに科捜研から DNA 鑑定報告書も来ると思います。こんなことがあるなんて。待って、発見した。鈍器による外因子、金槌などの鈍器、ああ、木立が見つけてる。頭蓋骨骨折及びそれによる死亡が推定される。ドラム缶内で長時間燃えていたらしく、身元の確認を取ることは難しい。ああ、本当だ。なんだ、まだ何かあるのか。全部自白しただろう。早く結論を出してくれ。待ってください。今、決定的な証拠が上がったところです。第二の殺人の手がかりってこれか、こっちか。これかこれでだ。どっちかだな。より具体的な方で。これで終わりです。山本孝之さんの死体が見つかりました。あなたがいたあの工事現場で。何の話だ。あなたは鳥居梨紗子さんを殺した後、早く怪我を治そうと焦っていたでしょうね。次の標的を襲うために。そんな時ちょうど山本孝之さんからメールが届きました。工事現場で待ってると。あなたは鳥居梨紗子さんのふりをしてそこで会おうと返事をした。その夜あなたは工事現場で山本孝之さんに会い、そして振り上げた。あなたが愛用しているあの金槌を。おいおい、なんだ、何を言ってるんだ、全くわからん。私は奴を殺してない。なんで、何が起きてるんだ。そうなの。本当にやってないかもしれないね。認める。工事現場で男に会ったことは認める。奴は暗闇の中に立っていた。私に気づいて。笑っていた。奴が笑っているのが分かった。あんな遠くからでも。私は走ったんだ。奴を捕まえようと。必死で走ったのに。私が着いた時には奴はもういなかった。そうですか。では一つだけ聞かせてください。その時あなたは何を持っていましたか？金槌。だが、そうか。奴が死んだならば、殺したのは、殺したかった私でも構わんのか。これ以上話すことはありません。うわぁ、裏がありそうだなぁ。あなたがどうやって山本孝之を殺し、死体を遺棄したのかは、裁判所で話してもらいます。あなたは有罪です。わ、すげえ額の、ゴールドが。どうなんすか？裏があるよ、でも。すげえ額のゴールドが手に入ったけど。追加ボーナス？お疲れ様でした。正しい選択をしましたね、捜査係長。あなた自身の選択と意思で。清崎くん、おめでとう。本当におめでとう。気にするもんじゃありませんよ。県警本部長にしてみれば感謝。清崎くんが県下にいてくれることに感謝ばかりだと思いますよ。いやいや、君も気づいてるだろうが、彼には内閣とのつながりもないし、リーダーとしては物足りないところもあるのでね。彼の起業ではまあ今のあたりが限界でしょう。別の省庁から声がかかったところでね、せいぜい局長止まりですよ。だからね、彼に言ったんですよ。思い切って打って出るべきだとね。
出馬するなら地元の世論が一番大切でしょ？君もそう思うだろう。そういうことだね。だから彼、清崎君にお礼言いたくてうずうずしてますよ。本当にお疲れ様でした。そうそう、この間の報道で見たよ。君はテレビ映えするね。特にあの手紙ね、誰が書いたか知らないが。いやー、感動的でした。本当に誰が書いたんだい、このシナリオは。お姉さん、ありがとう。本当にありがとう。よう、係長さん、ずいぶん遅いお帰りで。いいお嬢さんが、こんな遅くまで出歩いてんじゃねえぞ、危ねえだろ。つけ回してたわけじゃねえって、係長さんのお家、ちゃんと存じ上げておりますよ。俺？打ち上げ終わったからよ、お前んとこで飲み直してもいいかなーってのは、ほれ、これ、焼酎。お前んちの冷蔵庫で熟成されてるおつまみで、へへ、一杯やろうや、な。おっと、危ね。こりゃ、失敬、失敬。酔っ払っちまうと言っちゃいけねえことまで、こう、ポロッとよ。清崎葵、てめえ。何を隠してやがる。ずっと、狙ってたんだな。あの夜最初に釣り場に出た時だな。あん時計画練ったんだろ、てめえは。こいてんじゃねえぞ。おら、てめえに干されたことなんざ恨んじゃいねえよ。んなことはどうでもいいんだよ。どんだけ、このいかれたクソ女。全部てめえの仕業か。見たんだよ。鳥居雄一がな、留置場入る前に捨てた携帯、俺は全部見たんだよ。てめえだな。答えろ、てめえだろうが。あの写真、てめえのベッドじゃねえか。え？どういうこと？罪のある者に石を投げることは罪にあらず。え？ベッドが映っていた？え？あ、急上昇。はい。1位確定。あ、A になった。コイン30枚。無期懲役宣告確定。ああ、ギルティー。ナンバー12、任命書。警部に任命する。内閣情報調査室への出向を命じる。係長、私、葵です。CIS にログインしなくても私の声が聞こえるようになりましたね。星二つ。合理的な最短経路で警部という輝かしい称号を手に入れましたね。レベルアップおめでとうございます。そしてお疲れ様でした。内閣情報調査室の成果向上のためにまた後で挨拶に伺いますね。ちょっとなんかモヤモヤするものが残ったんだけど。エンディング12。あ、ある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 。まだ続きあるよ。ほら。アンド。もう何の利用価値もない。会長の靴を磨いてるだけの男だと思っていたが、
君はどこで知った？本部長が内閣情報調査室の次長に内定したという話。またしても君が最初に掴んだようだ。ありがとうございます。価値ある情報を渡せるかは受け取る報酬次第ですので、所長が私との約束を果たしてくださる限り私も仕事を果たします。他に昇進すべき人もいたのに私を選んでくださってありがとうございました。昇進すべき人なんていないよ。そんなものは受け取る報酬次第だ。では君の部署からは今年2人か。ええ、ありがとうございます。ところで所長、冷蔵庫はいつ開けるおつもりですか？近いうちに。それには計画がある。君は心配しなくていい。飛び立ったばかりのヒナの羽を折るのも気分は良いだろうが、出航はまだ正式発令じゃない。彼女はまだ私の部下だ。私の署で起きた問題でもあるからね。せっかくの A ランクだ。わざわざ他の署に投げてやる必要はない。今少し時期を見よう。法を持って乱を待つ。生を持って、何ですか？これは読めませんね。生を持って花を待つ一生。孫子ですね。期待しています。録音は以上になります。あ、待ってください、係長。あ、もう係長じゃないのか。なんてお呼びすれば。数日後、所長室に盗聴防止用の装置が設置されたとの情報が入りました。どうしましょう。また後日、状況をご連絡しましょうか。もしもし。元に戻った。あ、違う、エンディングでした。